あれ、じいちゃん、泳いでるのかよ。今、12月、冬に何やってんだよ。相変わらず、わけのわからないことやってんなぁ。おう、出たのか。どうせ、わしの泳ぎは。泳ぎというよりも、この寒い時期に何泳いでるのだよ。筋冷法じゃよ。筋冷法って？男性の股間周りを冷やすとじゃな。ああ、その話はいいわ。なんじゃ、いいことを教えてやろうと思ったのにのう。そんな話は、いらないんだよ。そうじゃ、お主も泳いできたらどうじゃ。寒いから、嫌だね。何を、弱気なこと言っておるのじゃ。それじゃから、いつまでも、岩音が上手くならないのじゃよ。泳ぐのと、岩音の関係性がわからーん。関係が、わからんじゃと。よーし、プールで泳ぐのが嫌なら、岩音で泳いでくるがよい。何、それかよ。はよ、行ってこい。モビルスーツを、筋冷法で鍛えてくるのじゃ。鍛えてどうするんだよ。というか、そういうお題を出すために、こんなネタを仕込んでるのだろ。わかってるんだからね。おい、それをここで言ってはいけないじゃろ。つべこべ言わないで、はよ行け。はいはい、わかったよー。行ってきますよー。MFM3、ハンガーボルト。
ランダム、サンダーボルト。通信速度は、アクア、ランダム近く1号機、アクア通り。アクアジムグリーン島入る。狙うしてこい。 RAG がなくアクアジム銃撃装備。あれ、いないのかな？おう、戻っておったのか。どうでもいいけど、汚いわ。壁が薄いのじゃから、仕方がないじゃろ。それで、何の用じゃ？水泳部行ってきたんじゃないか。おう、そうじゃったのう。下半身を冷やすことで男になったじゃろ。その話かよ、その話は置いといて。何、その話しかないのじゃが。なんだよ、無駄に水泳やらせたのかよ。お主が、いろんな機体を使いたいって言っておったから、よかったじゃろ。そういう話かよ。あ。だから、汚いんだよ。ちょっと便所行ってくる。あれ、漏らしたな。もういいわ。